私は1986年10月4日の真実が知りたいと願った。そしてお兄ちゃんは私にそれを見せると言ってこのゲームへ招いたわ。そしておかしな幻想を見せてそれが真実だと私に信じ込ませようとしている。お会いに行くね。私魔女たちとのやりとりは慣れてるの。お兄ちゃんが優しそうな顔をして私を騙そうとしてることなんて百も承知なんだから。もうくだらない茶番は飽き飽きだわ。お兄ちゃんに真実を話す気がないと言うならもうおしまいにして。私は私の真実を自分で探す。お兄ちゃんには頼らない。そうよ、もともと頼るべき人間なんて私にはいなかったじゃない。私はいつだって一人ぼっちだったわよ。悪いが、このゲームから降りることは許さない。ああ、そうだったわね。ゲームマスターが負けを認めない限り、ゲームは永遠に終わらないんだったっけ。そんなつもりはないさ。黙って話を聞けってだけのことだ。ああ、そう。なら黙ってることにするわ。プレイヤーがいなくても、駒は勝手に動き、ゲームは進む。そうだったわよね。そうだな。プレイヤーを離れ、少し傍観者になるといい。そしてまた戻ってきたい時に戻ればいい。そうさせてもらうわ。これは根比べよ。お兄ちゃんが真実をごまかすことを諦めるまでのね。真実より大切なこと？意味わかんない。そんなものあるわけがない。あるんだよ、エンジ。仮に俺の物語が真実でなかったとしても、あったとしても、お前は大切なものをこの島でなくしているんだ。お父さん、お母さん、そしてお兄ちゃん。私がなくしたのは家族と、そしてすべてよ。勝手に進めなさいよ。じゃあね、お兄ちゃん。物語だけはちゃんと見ていろよ。聞くだけでもいい。気が向いたらね。じゃあ。なんだい？いつまでここにいるの？なんかお天気変。ゲストハウスに帰ろうよ。そうだね。じゃあ、エンジェはゲストハウスに戻ってるといい。お兄ちゃんはまだここにいるよ。どうして？もうすぐ雨が降ってくるよ。そろそろ来るはずなんだ。だから俺は待ってるよ。待ってるって誰？え？来たか。ずいぶん待ったぜ。
遅えぞ、ベアト。そうか、むしろ早いぞ。たまにはお前も一緒に船に乗ればいいんだ。柵に捕まってお前と一緒に叫ぶか。いいぜ、叫ぼうぜ。落ちる落ちるってな。なるほど、それも悪くなかった、認めよう。どうやらわらわが来るのは遅かったらしい。エンジェか。こやつも6歳の頃はなかなかに可愛かったではないか。お兄ちゃん、この人誰？お兄ちゃんの友人だ。友人？それはあんまりだろうが。お兄ちゃんの友達？こいつはベアトリッチェ。おじいちゃんから聞いたことないか。後ろ宮家に黄金を授けてくれた黄金の魔女の話を。雨の夜、真っ暗な森を窓から眺めてると魔女と目が合ってさらわれてしまうかもしれないってお母さんに言われた。ということは、わらわは夜更かしの子供を見張るため寒い雨の中窓を一つ一つ覗き込まねばならぬというのか。それはあまりに無体な。確かに、エンジェ。それはお前に夜更かしをさせないための親の作り話だ。彼女はそんなことはしない。よかろう、名乗ろうぞ。わらわは黄金の魔女ベアトリーチェの、お孫さんだ。孫？お孫さんとはなんともしまらぬ呼び名であるな。だってそうだろ、じい様に黄金を授けて黄金の魔女と呼ばれたのはお前のばあ様の話だろうが。確かにそうではあるが、黄金の魔女の孫か。そのキャッチコピー、もう少しマシなものにはならぬのか。この人魔女なの？ああ、そうだよ。今日の親族会議に招かれたお客さんだ。怖い魔女じゃないの？暗い森に私をさらったりしない？この家、ルドルフに切り絵め。一体わらわを何だと思って吹き込んだのやら。わらわはそんなことはせぬわ。後で厳重に抗議する。ぷっぷん。その鍵は？エンジェの大切な鍵だ。
なるほど、そういうことか。すべきことを明確にした方が分かりやすいだろうと思ってな。安心せよエンジ、そなたの大切な鍵を奪ったりなどせぬぞ。本当に？もちろんであるとも。それはそなたの鍵であり、そなたが決めることである。バトラン、そしてわらわたちもそなたを導く道しるべの役にしか過ぎぬのだから。あなたはこの鍵が何に使うものなのか知っているの？もちろんであるとも。だがそれを教えるわけにはいかぬ。どうして？その鍵をどう使うかはそなたが自分で決めねばならぬからだ。やがてわかる。無理に考える必要はない。安心せよ、そなたのその鍵は誰にも奪うことはできぬのだ。誰にも奪えない？そういう魔法が込められているとでも理解せよ。とにかく安心するがよい。わらわもバトラも、そして島の誰もそなたから鍵を奪うようなことはせぬ。本当に？ああ、本当だよ。そういう魔法がかかってるんだ。魔法は存在する。本当に？マリアもよくわらわのことを話しているであろう。魔女はいると、魔法は存在すると、そなたによく語ったはずだぞ。レアとは島に来たばかりで、まだ屋敷に挨拶にも行ってないんだぞ。魔女なんて嘘っぱち、エンジェは知ってるもん。おい、よすんだ。レアとが気を悪くする。よいよい、魔女に会えば誰だって同じことを問うだろう。いつもならばこのような幼子の挑発に付き合いはせぬのだが、バトラの妹であるからな、特別に披露してやってもよい。いいのか？よいよい、では見せよ、エンジェ。
うん。何も起こらないよ。早とちりするでない。まだ魔法を使ってはおらぬぞ。ほれ、わらわの手のひらをよーく見るがよい。種も仕掛けもないな。うん、何もないよ。よく見ておれ。こうして握る。そして人差し指を立てる。人差し指の先をよーく見ておれ。行くぞ。早いぞ。よいか、手を開くぞ。どうしてお兄ちゃん。どうして？デジタでしょ、お兄ちゃん。お兄ちゃん。いや、魔法だよ。エンジェもずっと見てただろ。そろそろ屋敷へ挨拶に行く。バトラも付き合うがよい。わらは一人では窒息してしまうわ。そうか。じゃあ、お供させてもらうかな。エンジェはどうする？ゲストハウスに戻ってるか？お兄ちゃんと一緒がいい。